エルカミルクサッカーアカデミーイノウエバーですいや天皇杯から一位明けましてノーミルクサトでございます、ね、明けましたねということでこちらですと。山根道<う>ホース山を<う>海外遺跡挑戦権を得たんですか得たということみたいですけど、えー LA、ギャラクシーそうウェイフェンクラッドバッハですかこれはそうなんですよ、えー、本当にから はい、ええお二方ともともにどうやらオファーがあったようですということでええ今日の動画ではこのフロンターレとレイソルのこの冬の遺跡に関しても触れつつええこの二人の遺跡は本当にあるのかないのかそして他に実は噂があったのかどうかみたいなところも含めてちょっと特自の情報もちらっとだけあるかもしれませんけどちょっと話したらと思いますぜひぜひよろしくお願いしますそれではまずはね左側川崎フロンターレ山根美希選手の話からいきましょうまずこちら でございます、うんえー、今、まさんか言ってもらった通りですね、はいえー、フロンターレの、えーまあ、に日本代表、山根美紀選手ですが<ー>、えー、アメリカメジャーリーグサッカーの LA ギャラクシー、いわゆる吉田萌也選手が L、ねえーはいるチームからオファーが貼ったとのことでございますと。<ー> で、うん、ちなみに、まあ、まあ、確かに LA ギャラクシー、その吉田麻也選手、他にその MLS で言うんだったら、久保裕也選手とか、あと、今年のね、あの、2月でしたけれども、うん、あの、マリノスからゴールキーパー、うん、高岡選手が行ったなんてことありますけど、うんどね、はいはい,、はい、はい。忘れちゃいけないのがですね、これ、皆さんというか、うん、特にもう1年前なんでいいかなっていうところなんですけど、うん、メンバーシップかなんかで僕、ちらって言ったんですけど、うん、山根選手、カタールワールドカップあったりっオファーもらってるんですよ、一回、メジャーリーグサッカーから。 確かにそれこそ高岡選手のバンクバホイイトキャップスあたりだったと思うんですけどあと町の選手あたりもそうだったらしいっていうのがあるってのもやっぱこの間1年前はカタールワールドカップだったけど次が北中米じゃないですかだから特にアメリカが各国の代表クラスとかをちょっと集めたがってるメッシさんもだからそういう流れですよね要はね。 ざっくり言うんであればっていうところで今回は山根選手へのオファーという形になったのなるほどねどう思いますこれは僕はねあるんじゃないかなと思いますね。はすごい上がるんですか上がると思いますい。なんかこれも山根選手がインタビューですでに語ってるからなんですけど天皇杯川崎取りましたよ。 だけど、やっぱ、なんか、こう、今までの、やっぱ、この三笘くんとか、谷口さんとかいた時よりかは、ちょっとね、練習の雰囲気、フロンターレでも、ちょっと緩んだところがあったんですって。ああ、そうですか。うん。うん、でも、だからこそ、タイトル取るチームってのは、その、厳しくなきゃダメだとか、それこそ、試合よりも練習の方が難しいレベルのチームに、やっぱ、ならなきゃいけないから、自分がそれこそ嫌われてでも、この、あの、夏以降と、口酸っぱくいろいろ言ってきたんですって。 でもなんかそれぐらいの意識があるってなんとなくだけど、もしかしたらいろんなオファーとかもあっても自分も残せるものがこのチームに対し少ないからとかっていう可能性も僕はあるんじゃないかと思った部分はありました。まあそうなくても。代表で言うとフロンタルにいた方が選ばれるんじゃないかなと思っちゃいますけど。まあでも、うん、まあその吉田選手とかもそうですけどもし、しら次がやっぱりほら 北中米なので、アメリカにいた方が、そのいわゆる地理的なその優位性じゃないですけど。ああ、選手それよく言うけど、それあります俺はあると思うすよね。コンディションがいいってことか。かね、そうですね。あ,<ー>あとは、だから今回だって谷口選手が、あの、ほら今カタールいますけど、今回アジアカップでってところになったときに、やっぱ自分がホームグラウンドでこう、ちょっとやりやすい部分もみたいなことはやっぱ、 あのインタビューで明かした,ことがあたであもやっぱゼロではないんだろうなまあいわゆる山根選手としても、まあ、フロンターレ今回そういうこともありましたけど、うん、やっぱこう全盛期のフロンターレを経験しててそれでいてかその中でカタールまで行ったってところもあったので、うん、ある意味日本でやりきって てるる部分もあなるほどね。ネクストチャレンジ。確かにギャラクシーいいチームでしょうしね。そうなんマヤさんと一緒になんかこうまた盛り上げていただきたいっていうのは、ありましより見たくなりますけどね。あるんじゃないかと。うマヤさんどうなんですか出てるの出てます、出てます。ただまあ、もうシズは終わってるので、今、送って形になってて、これだ長崎かなんか練習してましたね。だからね、へそう。はい。ってことで、フロンターレのこの表のとこまにやってまいりました。と えー、てことこでその山根選手の話も出ましたけど、もう1個あるのが、えー、右上ですね、ダミアン選手がやっぱり退団ということみたいで。と写真撮られてたもんんねそうでねあそうななだろうなと思いましたねというところで、まあ、誰かやってくるのか、ある意味ではでもそのポジションがご密なのかってことはいろいろあるんですけど、うん、まずは皆さん、実はね、うん、フロンターレ、もしかしたらちょっとあのほら、まあい、いろんなまだ試合が残ってるからっていうのもあると思うんですけど。うん 思えばあんまりなんか遺跡の話って上がってなかったじゃないですか。うん,う,んうん。まあぶっちゃけそれもそのはずって話なんですけど、うん、天皇杯取ったことで、いわゆる ACL エリート行きが決まったじゃないですか。ああ、そうですね。はいはい。はい、これはまあ,あんまり皆さんご存知ない方もいると思うんですけど、うん、実は ACL エリート、うん、あの、今までの ACL に比べて、あの、いわゆるグループステージ、知り、うん、合い数増えるんですよ。 あ、そうなの ?6 から8になるはずで。ええ、増えちゃうのそう。なんかよりのおにキュッとするんじゃないの強いところあの、増える。増えちゃう。なんで、なんで増えんのよ。いや、なんか、なんかね、そもそもグループステージは4チームでのグループステージじゃなくて、なんかちょっと特別形式のリーグ戦みたいな感じになったりとかするので、それもいろいろあると思うんですけど。なるほど。まあ、それちょっとまた別動画で話しますが、それによって何が起こるかっていうと、ほら、ルヴァンカップとかもいろいろ変わるでしょうん。 であと川崎、ほら、今年の方の ACL でも,もう決勝トーナメント行くこと決まったでしょそうだね。このままいくと、来年2024年、フロンタルは70試合やります、うん、マックス。うん、すごいですね。<で>いや、<し>いいことですよ。でうん、ただ、要はこの中でもし代表まで選ばれる選手がもし出てくるとなると、多分その選手は世界で一番出る選手になります。お<ー>フロンタルもしかしたら世界で一番こなさなきゃいけない試合数が多いチームになるかもしれない、ねなる。これは選手取らなきゃだね そうなんでその体制が整ったのがねどんぐらい取るべきなのかなしやるのかっていうのがもう見えてきたっていうことですね。ういうことです。フロンタラここからいろいろ頑張らなきゃいけないことがかお金たまってるんですかね今までいろいろプールとかありそうですけどねでも今回のね天皇杯の資金も1.5億円いましたからよっきんじゃないですかいろんな選手取れるんじゃないですかきっと。じゃあ取りますか。でしょなんでこれからいろいろ出てくると思うのでフロンタラレ皆さんここから楽しみにしましょうということになってくると思います。 どの辺をですか、ビッグネームというよりは、こう人数を揃えるっていうことなんでしょうか。僕も人数じゃん、それこそ身体的について多せセこ選手的な選手というか、け、うん、があんまりないような感じの選手をやっぱり3、4こうねプラスさせるんじゃないかなと思いますけども、どうなるか注目でございます。そしてもう一チームいきましょう、コーダ柏レイソルでございます。なので、この選手からとん、細谷真央選手です。 ええー、ボルシア・メンヘン・グラートバッハ含めていくつかのチームからオファーが来てる、ね。いいですね。ただ、まあさ、やっぱり、ねうん、夏にもうオファーあったんだって。ああ、すでに。うん、うん。で、断ったんだって。お<う>で、どうやらその夏からあったチームの一つが、やっぱりボルシア・メンヘン・グラートバッハっぽくて、うん、いわゆる冬でこれで二度目のオファーっぽいんですけど、うん、どうやら本人は残る意向という。うん、あら。ヨーロッパ行かない。あら、なぜ 要は、天皇杯勝てなかった責任だとかってことも自分でも考えてる部分があって、要は今、ちょっと多分、井原監督になって、ちょっとがんが最終節まで残留争いになってしまったけど、チームがちょっと強くなってってるってとこも、なんとなく実感が。だと思います。パリオリオンピックまではチームに残って、うん いわゆるもっとこうチームに出せるものをこう落とし込んで落とし込んでそれで万を持してってところはあるんじゃないかなと。そ,その方が結局自分のためじゃないかっていうふうにもなってるのかな、うん。そういうことでしょうね。うあ,まねあそうですか、えーはいまあそうですということでレイソルもこう、ね、そうですね。うんうん、見ていただこうと思いますけど、レイソルも、えー、一夜明けまして出てきたのがまあ3つというか、うんえー、中盤のまあ三原正人選手の満了が発表されたのと、あとは手の杯はね、ちょっと登録の関係上出られませんでしたけど、 えー、浦和からレンタルで来ていた犬飼巧選手の,あの完全移籍かていうのがどうやら決まるみたいですとあとは、細谷選手のまあ争奪戦状態という感じのところですけどもうん、うん、あとはだから、細谷君が残るのか残らないのかし第いでいろんなものがこれ変わってくるんだろうなと思いますから残ると思いますけど、うん、ということは半年で出てくるって可能性とか考えると、うん、例えば徳島にレンタルで出てる森海人選手をいつ戻すのかとか。なるほどね ういうところも入ってくるだろうし、もしくはもう1年いるって考え方になっても、やっぱりいろいろ難しいし、うん、もしくは急転直下、それこそ相当な金額が、例えばチームに降りてくるってことになるんであれば、ちょっと話も変わってくる可能性もゼロじゃないかもしれませんし、うん、またちょっと細谷選手の判断次第でいろんな動きがここはあるんじゃないかと思われます多少、うん、予算的にはどんな感じなんでしょうかね。 そうですね。ちょっと現状であれば、でもね、まあ、さ、きあの、天皇杯のちょっと状況を見る限りだったら、ええ、このメンバーでいけさえすれば、来季なんかちょっとその強度の高さからちょっと上位進出は、 僕はあるんじゃないかな、というところでしたね。あとは、ちょっとなかなかの外国籍選手の方々のちょっとコンディション不良だとか、ちょっと怪我とかがあって、なかなか、シズシ後半とか、なかなかチームのこう主力化できなかった面もあったので、はいはい、そのあたりのこう戦力整理的なものがちょっとあるんじゃないかサ、うん、ビオ、サビオは残せそうなんですかサビオはもう残さないダメージは何がも。もちろんそうだけど、だそう思えば思うほど残せないもんじゃんだって。そうなん欲しがるんだから、周りが。 そうなんだよね<ー>だちょっとここはどうなるかしらんけ僕,僕らが頭悩ましたて中東の手が伸びたらもう終わりなんだから。<laughs> <laughs> いやでもね、菅、ね、選手とすごく息があってね。ちょっとやっぱなんかあの時のオルンがエサかじゃないですけどこのサビをやってなんかすごいそうだ、ね、いいですね。 こう残やっぱそれだけでチームがだいぶ変わっちゃうでしょうからう、ね、残せるのか残るのかそれともみたいなところでちょっと考えていかなきゃいけないものは少なくないんだろうなと思いました、うん、はい、はいうんはい、ということで、はい、今回は山根選手保線選手マ、まあ、フロンタイルレ,レイソルの話でございましたありましたはいここもまあおそらくねいろんな遺跡の話出てくると思うのでその度ごとにちょっと動画上げていきますのでぜひよろしくお願いしますはい見る赤は,は毎日やっておりますのですチャンネル登録高評価ボタンをぜひお願いしますと先生がですね。 うん、え素敵なえご飯を食べると思いますので、よろしくお願いします。なんだそれなんだそりゃね、ありがとうございました。<laughs> また見てくださいね。はい、井上マーでした。素敵なご飯いただきたいと思います。ナオ <laughs> ミルクサツです。<laughs> ありがとうございました。いくつかな焼肉かな <laughs> <laughs>